なんか入ってますよね、ポパイって。ポパイなんか粉まで出てんちゃうかって。ポパイ中毒なんだよね。現場の一つの象徴な気はするよね。あって当たり前でしょみたいな、そんな存在じゃないの。おにぎり2つに甘い味付けのたくあん、唐揚げや卵など好みの具材を選べるシンプルなお弁当、ポパイ。撮影の時の一番の楽しみ、まあ飯ですか。ご飯食べたらスッと元気になるでしょ。やっぱりご飯を食べたかどうかは私たち制作部は絶対チェックする。お前あれ入れなかんよ。湯たんぶ入れてたとか。いやまだまだやで。まだやだってお前。800円、500円やから2100円の消費税ぐらいかける。まあ40人50人ですからね、10万円ぐらいですかね。森田さんとは今回初めてですか。あ、そうです、初めて。あ、なんていうか、人一倍やっぱり働いてますし。うん、俺一釜でおにぎり100個作れてって。うちはできるだけ具をいっぱい入れようって言ってるんですけども、結構味を濃いめにしたり、インパクトがある味付けの具材を入れたりとかして。なんでそんな簡単に殻が薄なるの。え、慣れ継続力でね。俺は30代な。お孫さんと遊んでてもいいような年だけど。5時15分から20分の間に新宿郵便局まで。まあさまざまな引きこもごもありつつ、ようやく自分のロケバスにたどり着く。ポパイを食べられるか食べられないというそういう皮があったってことですよ。やっぱりカートラッセル。カートラッセル。じゃあここはジョーカーペンター。あ、そんな好きなんだ。で、服着替えながらこうやって借りたかしですよ。野川山ゴールデン。2人世代が全然違いますけど、何か僕はこう重なるものがあるように。仕事のできなさは同じくらいかな。楽しくなってる時はもう終わりの時だっていう。もう